ローデス・オルテガは、スペイン・カディス出身の言語学者。アメリカ合衆国で活動しており、ジョージタウン大学応用言語学科教授を務めている。研究領域は、第二言語習得論と、第二言語ライティング。第二言語習得に関する研究で知られており、統合論的複雑性は多次元的に測定する、必要があると指摘している。アリスター・カミング、ケンハイランド、 ジュディット・コルモス、ローサ・マンチョン、ポール・マツダケイ、シャーリーン・ポリオ、ネオミー、ストーチ、マジョリーン・フェルス・ポールと並び、オルテガは、第二こと語ライティングの分野で最も著名な研究者の一人だと考えられている。オルテガは、ハワイ大学マノア校から1995年に、第二こと語としての英語研究の修士号を2000年に、 第二言語習得論の博士号をそれぞれ取得した。次の大学の大学院課程で応用言語学を教えてきた。2000年から2002年まで、ジョージア州立大学、2002年から2004年まで、ノーザンアリゾナ大学、2004年から2012年まで、ハーイ大学、2012年から現在まで、ジョージタウン大学で教えている。佐読付き学術雑誌、 ランゲージラーニング、Learning, A Journal of Research in Language Studies の言語学習の動向シリーズ編集者、純総合編集者を務める。第二言語習得論において、オルテガは、アプライドリングイスティックスに掲載された次の論文の著者として知られている。指導あり、第二言語習得において複雑性、正確性、流暢性を測定するための有機的アプローチに向けて、 複雑性の事例。この論文では、統合論的複雑性が多次元的に測定される、必要があると主張されている。ありがとうございます。